違いを結構この胸元に見たいと思ういるんじゃないかなと思うけど、これのね前から欲しかったこのピンクバージョンの革命が欲しかったんでついに買っちゃいました。これ自体はねいくらぐらいかな、2000円ぐらいなのかな。だけど送料がそこにまだかかっちゃうから結局3000円ちょっとで高かったんだけど、まあね東京の原宿まで買いに行くわけにもいかないし、まあ通販だとねもうすぐ手に入るかなと思ったんで、可愛いよねこれね、お揃いつけてる人いるかな、これね個人的にすごい推しアイテムです。それではこの音を聞いていこうと思います。マニキュア乗ってみたんだけど、ちょっとテカリすぎて気持ち悪いな、これこんな感じで、このキラキラ感を引き出すために俺の爪もちょっとキラキラにしたいなと思ってこんな感じで塗ったんだけど、なんかあれだね、色が黒いんだけど結構地黒で肌の色が黒いとちょっと違和感があるね、この爪だけ綺麗にしとくのも結構この男っぽいごついてだから違和感があってね、オカマっぽくなっちゃったね、ウキウキショックだよ。ちょっとしてつけていこうと思います。ちなみにここに今胸元についてるのはマイメロチャンネルのゆきゆき、あ、ウキウキだ、ウキウキ特製のマイメロちゃん耳かき、
俺のウキウキチャンネルの、まあ、オリジナル商品だからねこれね。まあちょっと適当に言ったんだけどさ、このマイメロチャンネル、あ、マイメロチャンネルウキウキバージョン耳かき、これからこの気分で色を変えていこうかなと思います。まあこのピンクの時はそうだな、ピンクっていうとエッチなイメージだよね。だから今日はあのエッチな気分だなっていう時はこの動画内でピンクをつけて、それでシルバーはね、シルバーはまあノーマルだね、ノーマルな気分な時はシルバー、それでゴールドはやっぱりあれだよね、昔花より団子で松本潤さんがあの俺様キャラあったじゃん、あの俺様キャラの時に携帯がゴールドだったじゃん。だからまあ俺様ちょっと風な強気でいく時にゴールドつけようかなと思って、ゴールドが強気でシルバーがノーマル、それでピンクがエッチな時で、これからね使い分けるとまあ気分によってこのバッチの色をみんな見て、ああ今日はちょっとエッチな気分なんだなとか、まあいろいろねノーマルな気分なんだなとか言って見分けがついたら面白いなと思ってね、それ使えるな、みんなもねそれ実際使ってみると面白いかもしれないよね。そうやって気分で例えばあの高校生だったらシャツの色を変えてみるとかね、シャツ、ワイシャツも結構いろんな色が出てるじゃん。ピンクとかね、青とか、白。ピンクはあのエッチな気分の時に着て、それで青は青そうだな。まあテンションが高い時、青空っていうイメージだから、まあテンションが高い。今日はテンション上げるぞ。それ白は
白だからノーマルな時、そんな感じだよね。使い分けると面白いかもしれないよね。よし、じゃあではまた、おやすみ。